聴者の皆さんの可愛いペットを紹介するマイペット通信のコーナーです。今日は動画が届いています。ペンネームゆたまろさんからの投稿で、柴犬の福君です。福君は寝ることと散歩が大好きな3歳の男の子。動画は寝起きの姿で、寝ぼけているのか目がウィンクしたようになっていて、飼い主さんも思わず笑ってしまった瞬間だということです。樋口さん、いかがですか？なんかこうペットって赤ちゃんとこう重なる部分がありますよね。なんかこう可愛らしいっていう自然の姿っていうか、はい、ね、なんかこう天然の感じがあって、確かに、はい、すごく可愛いと思います。本当可愛いですね、はい、右目開かないのかな眠たいのかなっていうね、福くんの好きな食べ物はリンゴと梨と白米だそうです。人間は大好きだけれど、家電製品がライバルだそうで、ルンバは追いかけていったり、炊飯器は炊ける時になるとピーという音に反応して吠えるそうです。個性豊かなワンちゃんの紹介でした。ゆたまろさん、福くん、ありがとうございました。以上、マイペット通信のコーナーでした。